ミリスチシンは、フェニルプロペンの一種である。ナツメグの精油中に少量存在し、またさらに量は少ないが、パセリやイノンド等にも含まれる。水に不要だが、エタノールやアセトンに可用である。ナツメグは、通常料理に使われる、量以上を摂取すると抗精神作用を持つ。また、生のナツメグは、ミリスチシン及びエルミシンのため、 高リ臨性の症状を引き起こすことがあるとの報告がある。また、夏目具の中毒の症状は人によって異なるが、しばしば頭痛、吐き気、めまい、口内の乾燥、目の充血、記憶の混濁等を伴って、興奮状態や混乱状態になることが報告されている。さらに、視覚の歪みや妄想観念等の幻覚誘発の作用もあることが報告されている。 ナツメグの中毒では最大の作用が現れるまでに摂取から数時間を要するとされている。この作用は数日間続く。生のナツメグの質量の5から15%は精油成分であり、そのうち4%から8.5%がミリスチシンである。20g のナツメグは平均で 150mg のミリスチシンを含む。ある研究では 20g のナツメグから 210mg のミリスチシン、70mg のエレミシン、39mg のサフロールが得られた。ナツメグの抗生心作用の主要因はミリスチシンで、あると広く認められているが、生のナツメグと合成ミリスチシンの間には、作用の相違が見られる。また、ミリスチシンは、ナツメグの種子の主要抗生成分ではなく、 生のナツメグの作用を十分に説明することはできない。1997年の研究では、ミリスチシンはいくつかの化合物の毒性と代謝経路を変えるというデータが得られた。1963年の研究では、ミリスチシンは、マウスやラットで、モノアミン酸化酵素の弱い阻害剤として働くという予備的な証拠が得られ、この研究では、 さらに直接的な証拠が必要であると結論付けられた。ミリスチシンは天然の殺虫剤、打肉除剤でもある。2005年の研究では培養された人の神経目細胞種で神経毒の作用を持ち得ることが示された。1963年、アレクサンダーシュルギンはミリスチシンは肝臓で無駄に代謝されると推測した。 この仮説はまだ確かめられていないが、類似化合物のアサロンやサフロールは、人では、アミノキニンを起こさないことが示されている。シュルギンは、アミノキニンイは、インビトロでは見られたが、インビボではまだ証明されていないと、著書ピンハカルの中で記している。ミリスチシンは、アルコール中で、水酸化カリウムと共に加熱し、 上流分を冷却して結晶化させると、イソミリス地震の無色張り状の結晶が生成する。ありがとうございます。